少しね硬くなってきたので、この辺についてる同じようなねシワを刻みたいと思います。つまようじの先をとんがらがしてもいいですし、尖らしてもいいですし、まあデザインナイフのこっちだとだいぶ細すぎるので、ひっくり返してこの刃のない方でですねちょっとやってみようかなと思います。こんな感じですかね。ちょっとデザインナイフの先だと細すぎますね。やっぱりここは爪楊枝でいきましょうか。上から下へと毛がかぶさってるので造形するのは下から上ですね。こっからこうやって上に重ねて盛り重ねていくような感じで押していくと、下から順に上に重ねていくと、こういうふうにこうね、こんなふうにへこむはずなんですね。ここが美味しい桃の部分なので、美味しいね、桃がこう2本あって、ここがね余るはずなんで、ここをこの黒いところ、今塗ったところをへこましてあげるとよりっぽいですよね。ここのお腹の線がここにつながってるはずなんで、こうつながってるはずなんでね。デザインナイフでやると絶対刃を折ってしまうと思うんで、三角刀を使っていきたいと思います。三角刀でもあまり深くいきなりやろうとすると怪我するんで、少しずつ削った方がいいでしょうね。はい、じゃあこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。あとはそのモールドがちょうどパーティングラインのところでツルンツルンなので、それだけ少しね掘っておきたいですね。丸刀でいってみましょうか。丸刀で、今度は上からかな、こうですね。丸刀で少しずつ掘っていくと、あとはまた流し込み接着剤をちょっと使って、よし、このくらいで。はい、じゃないでしょうかね。はい、これで完成ですね。パテで埋めたところもね、エポキシパテでつないだところも綺麗に補修できたので、はい、OK かなと思います。